4日、投開票された東京都知事選をめぐり、11日、立憲民主党幹部と会談した日向後、日奈小剛日本労働組合総連合会58長が、連合前参院議員の敗因について、共産党が前面に出すぎて、連合氏が共産党の候補者のように見えてしまった、票が逃げたのではないかなどと持論を展開したことだ。 現職に挑戦した私の敗因を現職を支持した記者が評論ですか私は今回好契約を活用した労働条件改善を強く提案若者の雇用環境改善も提案しました本来労働者を守る連合が要求する内容でもあります日本の労働組合がまともなものに再生されるかこのまま雇用組合として雇用流動化路線と戦争ビジネスに乗り続けるか 国の末の半分を決めると言言っても過言ではない連合さんの連合批判は切削機最先最端であり注目したい本来労働組合はどの候補者が最も真っ当な労働政策を打ち出しているかで支持する候補者を選ぶべきでありそれを忘れて共産党と組んだか否かを第一の判断基準にしていては労働組合が担うべき役割を失うことになるだろう。